おやとさゆうきです。はい、なんか今日から俺はみたいな髪型になってますけどね。はい、ってことで、今日の話はですね、車の集まり、車の集まりの話ですけど、まあ車の集まりってよくミーティングって言うんですけど、まあ、別にミーティングしてるわけじゃないけど、まあミーティングっていうらしいです。はい、でまあ僕はミーティングってあんまり言わないんですけど、まあ世間ではミーティングしましょうみたいな感じで言うみたいなんですよね。でそれでまあそのミーティングっていうのはイベントのミーティングもあるし、まあ個人的なその仲間内だけで集まるミーティングみたいなのもあるんですけど、あのイベントの撮影会のミーティングってあるんですよね。もう撮影会っていうのがあって、でみんな写真を撮られに来てるんですよね、うん、なので自分の車を見せに来る場所なんですよ。見せに行って、まあ、自慢する場所だったり交流する場所だったり撮影されに行く場所なんですよね。それはもうみんな分かってることなんですけど、これ僕前ね YouTube で話したことあるんですけど、ちょっと今思い出したんでまたちょっと新たにね話そうかなって思ってるんですけど、まあミーティングでこう集まるじゃないですか、まあ、50台100台集まると思うんです。でその時にいろんなカメラマンがいていろんな人たちが撮ってます。で SNS に上げる人もいるし、YouTube に上げる人もいるし Twitter に上げる人もいますね。でそれで、こういう人がいるんですよ。SNS とかに上げた時に勝手に上げてんじゃねえよと、ナンバー写してんじゃねえよと、まあこういう人がいるわけですよね。で僕はねこういう人たちに対しては何言ってんのって思うんですよ。なんでかって言ったら撮影会だし撮るものだし撮る場所って分かりきってる会場だから、SNS とかに上げられる恐れがあるっていうのはそのイベントに来る前から分かりきってることなんで、全然知らない人が SNS とかにこう上げてた時に自分の車とかがナンバープレートが全部見えてる状態で、まあ、インスタとか YouTube とかに上げられてた時にそこでいやナンバープレート勝手に晒してんじゃねえよとか俺の車勝手に晒してんじゃねえよっていうこと自体がもう僕間違ってると思ってるんですよ。もうそういう場所って分かりきってる場所なんで、カメラの位置がちょっと変わりましたけど、はい、こんな感じでいいかな。シンプルにですね、もうその会場に来ちゃダメ、まあ来ちゃダメというか、まあ来ないでほしいと思うんですよね。撮影してて車映っちゃうんですよ絶対に。だから車を映らないように撮らなきゃってこっちが気使うわけじゃないですか、撮影会場でね、カメラマンが。だから撮られるの前提で来るべきなんですよ、そういうイベント会場って、うん、ミーティングはね、バイクも車も含めて撮影会だから、うん、だから僕はそういうふうに思いますね。撮られる前提でそういうイベントに行くべきだし、もし撮られたくないのであればもうナンバープレートにこうナンバープレートを隠すプレートを貼っとくとか、そもそもその車を別の駐車場に置いてから会場に来るとか、なんかそういう対策をしなきゃいけないと思うんですよ。でそういう対策をしてないのにもかかわらず勝手に SNS とかに上げられたら何勝手に上げてんだよっていう人がいるっぽいんですよね、うん、なのでまあ僕はそれね聞いて、いやなんじゃそりゃと思ったんで、やっぱりもう最初から分かりきってることなんで、うん、だからまあ撮影される可能性があるって思っ
てやっぱ来るべきかなって思います、うん、車のミーティングとかは、うん、例えば、まあなんだろう、ミーティングとかじゃなくて、例えばオートバックスとか、まあ、アップガレージとか、そういうお店とかね、コンビニとかさ、なんかそういうところで撮影会ではない場所で勝手にこうやって撮影してたらダメだと思うけど、あの撮影していいですかって聞いて SNS 上げていいですかって聞かなきゃいけないと思う、そういう場所だったらね。でもイベント会場とかでね、撮影する場所って分かりきってるところに自分で自ら車持ってきて、何勝手に SNS 上げてるんですかって変だと思うんですよね。だからそこはね、僕はね、撮影する側とか載せる側の人が考えることなんじゃなくて、あの撮影会場に限ってはの話ね、撮影されたくない人が考えることだと思うんです、対策を。行きはしたいけど、あの撮られたくはない、乗せてもらいたくはないっていうのであれば、もうそもそも行かない方がいいし、車持って行かない方がいいし、車は別のところに置いた方がいいし、だからそういうイベント会場内では、あのカメラマンとかイベント主催者側が気使うんじゃなくて、撮られたくない人たちがしっかり対策をしていくこと、あとコンビニとかあのオートバックスとか、あのなんかそういうお店とか撮影会以外のところでかっこいい車だなって思った時に、こうやって勝手に撮影してるとちょっとダメだと思うんで、なんか撮影していいですかとかね、なんかそういう声かけはした方がいいと思います、そういう場合はね。うん、そんな感じだよね。まあすごい例外な話だと思うんですけどね、あんまりない話だと思うんですけど、だからそういう風にこう SNS に載せんなよってね、撮影会場行ってるのに SNS 載せんなよって言ってる人の方が、まあレアキャラだと思うんで、うん、だからまあそういう人もいるんだなみたいな感じですよね。はい、そんな感じです。終わります。ありがとうございました。調子乗んねよ。